よろしくお願いします。皆さんこんにちは。いい挨拶してくれてありがとうございます。私はアメリカのアリゾナ州の出身のエリック・チャールズ・ハーキンソンと申します。今もう楽しいのビデオ見ますですけど、ちょっと専門的な話になってますですけど、よろしくお願いいたします。じゃあ最初私についてちょっとですけども、私は学歴は日本語経済または ICT のことなんですけども、あと卒業した後には大体私の職歴も IT の関係が多かったけど、10年ぐらい前には京都府の宮津市に引っ越しました。英語指導助手になりました。宮津の教育委員会で英語の先生になりました。6年間ぐらい宮津に住んで、いろいろの中学で英語のことに教えてました。その後には1年間舞鶴で、舞鶴高専で英語のことを教えまして、3年ぐらい前にから福知山に引っ越しまして、整備大学でいろいろの授業担当のことになりました。その時から整備大学のニューツーリズム研究所の入りました。実はその前には観光の研究はあまりなかったですけど、の IC の関係で IC と ICT と観光と合わせていろいろの研究のことにと情報発信の活動のことに始まりました。じゃあ今日のテーマは最近の研究のことですけど、その言葉です。見ることありますか？聞いたことありますか？意味分かるかもしれないですけど、 E は簡単ですよね。 E メールの E ですね。電子のことですけど、 WOM は Word of Mouth ということです。口コミの意味です。噂のことですけども、伝統的に噂は人から人までにいろいろないいこととか悪いことを伝えて、伝言言語みたいなことありますね。で最近はソーシャルメディアのことありますですけど、ポストとかそのこと見て、もう一回ポストそのことはどんどんどん情報発信になることのことですけど、それは E-WORM の研究テーマです。私は福知山引越しはラーメン大好きです。これは言ったことあるかもしれないですけど、福知山の大人気なラーメン屋さんです。すごく人気なんですけど、言ったらみんな毎日このぐらいに並んでます。それは伝統的な口コミで、それ見ただけで、あそうなんか入ったらなんか美味しそうでしょの雰囲気がありますですね。その日は入ってませんですけど、あと1週間後の、ね、写真だけですが、1週間後入ってすごく美味しかった、豚骨も美味しかったですけど、それは伝統的な口コミですね。その日は友達聞いてましたですけど、その店の前にもみんな並んでましたでしょ、美味しいでしょ、普通で聞いてましたですけど、最近そのことはこのことに似てます。食べログというサイトですけど、リビューのサイトがあります。日本に人気あるサイトはそれは同じの口コミのことが書いてあります。例えばこの同じのトンキチという店がありますですけども、みんな自分のレーティングもつけてますですけど、5星から 3.5 ぐらいでした。コメントはすごく多いです。口コミは70件が入ってます。そのサイトの中には多いです。140人ぐらいで行きたいというコメントがもらえてありました。そう同じのことですね、合わせてですけど、前のすごい人気でしょう、なんかおいしい、入ったらおいしいでしょう、同じのイメージがありますですね。たくさんのコメントがあります。行きたい人が多いですけど、旅に行こうとか、旅に 見ましょうとか、ことは雰囲気が出ます。研究マロについてですけど、
外国人に情報発信したいの場合にはいろいろなんか作戦とか問題も壁もあります。大体みんなヤブシのなんかいろいろのプロモーションとか情報発信スタイルから外国旅行者までですけど、距離が遠い、いろいろありますですね。文化も違う、言語も壁もありますですけども、でもソーシャルメディアで使ったら作戦がいろいろ使ってもともと情報発信できると思います。まず自分のプロモーションマテリアルをソーシャルメディアで入れて、最初の人が見てもう一回コメントを入れて、例えば Facebook ポストをアップした、ツイートをしたとか E メールを転送したとかありますですけども、一つの人とか二人だけ見たらもう一回転送したか放送とか Facebook をアップしたらもともと大きくなります。それは混ぜて混ぜてのことになります。それ混ぜて混ぜてもっと人が見えるのことですけど、その最初にはシェアしてくれるのがどんどんどん大きくなります。英語の表現ですけど Networks of Scale ということがつけてますですけども、例えばドコモとか AU どっちの方がいいですか、どっちの方が客さんが多いの方がいいのことですけども、同じのことがあります。どっちの方がコメントする人がおるの方が一番いいです。でも E1 についてですけど、SNS だけではないですね。すいませんね。SNS だけではないですね。E-WOM と考えたらいろいろな種類があります。今日の全部、時間的には全部話せないですけども、ちょっとだけ話したいと思います。例えば普通の SNS と写真、ビデオの交換できるは、それも口コミですね。GPS をつけてるは最近は、自分の携帯、スマートフォンを使ったらどこか使っているかの情報が取れるんです。ヒヒュー前の食べログのサイトみたいなことありますけど、ブログは日本の人気あることですね。モバイルはどんどんどん必要くなります。あとは旅行のサイトもありますけど、今からそれは論文についてですけど、去年日本国際観光学会の論文載せてますですけども、その時にはウェブ分析分しましたですけど、中国、韓国、アメリカと日本は4つの国のいろいろデータを見て、どっちの方が全部ちょっと見たら、どっちの方が情報発信のためには何のメディア、何のサイト、何のことを使った方がいい、一番いいの分析でした。例えば SNS の時は2つの国だけで見たら、情報発信したいの場合にはどっちも日本とアメリカはどっちも人気してほしいんですね。どっちの方がよく使っているのが必要です。こっちはランキングのことですね。そう、例えば Google ランキングのことですけど、Google で Facebook リンクを一回クリックしたらランキングアップできるのランキングですね。日本の中では一番人気のサイト、6番目に人気のサイトは Facebook、アメリカは2番目。だからどっちも人気がありますけど、アメリカに情報発信したいの場合には Facebook は一番いいかなということです。例えば MySpace はどんどんなくなります。日本の使わない Mixi の方は逆もないですね。情報発信したいのはどっちも人気が必要です。批評のサイトは前の食べログのことはありますけど、アメリカで使えませんです。グルナビーとハットペッパーの日本の人気もありますけども、逆にはアメリカ一番人気のことは Yelp というモバイルとかサイトもありますけど、日本にはその情報は全然ないです。登録もできないです。けどどんどんどん下に行く探していったら、食べ物サイトだけではないの、 TripAdvisor は旅行のいろいろの口コミできるサイトです。それは
ちょっと下ですけど、108、アメリカは401ですけど、それは Google のランキングですけど、モバイルのランキングはもっと高いです。それ自分のやぶし、例えばのレストランが管理したらとか、場所の管理でしたら、プロモーションスタイルの場合には、口コミ、コメントしてほしいの場合には、多分これ、アメリカでの口コミ、コメントしてほしいの場合には、こっちの方を使った方が一番いいと思います。アメリカと日本は全部その同じのことを比べてました。全部のことを見てランキングのことも調べましたら、この辺のサイトが一番いいです。 Facebook、 これは写真の観光の交換できるサイトは Flickr ということです。 Yahoo のことです。これは Google の Places のことは場所 GPS のことをつけてます。これ TripAdvisor は旅行いろいろの口コミが一番多いですけど、日本とアメリカの比べたら。Twitter も人気、どっちも人気です。ビデオの交換見せたいのは一番人気はどっちも YouTube です。それはアメリカと日本だけですね。でも韓国とか中国はちょっと考えたら、もうちょっと複雑になります。いろいろ国はいろいろなサイトといろいろなことを使ってますけど、アメリカは Facebook 一番いいですけど、多分中国に情報発信したいのは Facebook 一番いいではないです。ここのバイドゥとかいろいろのサイトありますけども、やっぱり台湾とか韓国とか中国、アメリカ全部情報発信したいの場合にはいろいろのサイトかことは使えなければならないのことです。So、だから Regional Strategy が書いてありますけど、アメリカのためにはこのことを使いましょう。英語で情報発信しましょう。中国のためにはこのことを使って中国語とか日本語でも使いましょうの研究になっていました。それ総合的な研究マトルを作りますですけど、それはみんなここ辺ですけど英語になっちゃったんですけど、みんなどうやって日本インターネットを使っていることはちょっと調べました。このサイドは観光客はいろいろ場所とか何を買いたいとか何をどこ行くのことを調べるときはこれも調べました。日本来る前にと日本来た後にはリピーターの観光客はインターネットの使い方はちょっと違います。例えば日本来る前にはホテルブッキングとかいろいろの場所を使ってますけども、日本におるの時は道案内とか今夜どこに食べようのことを使います。あとはリピーターの方のちょっともうちょっとチャレンジをのちょっと珍しいの場所行く中のもうちょっと調べるの方です。もうちょっと深いの検索の方です。何週間前にかな、1ヶ月ぐらい前には私はやぶし何でも知らないの考え方でインターネットのいろいろ調べました。やぶに行く何がありますよとかいろいろ調べますです。見てましたですけどウェブで何が出てるのことはいろいろありましたですけど、今までは英語の情報は少ないですけどもちょっとだけ見つかりました。みんなやってほしいのことは、自分のエリアは、ね、自分のレストランとか自分のアトラクション、Google してみた方がいいと思います。いろいろ言語を使ったら。例えば、違うの Google を使ったら違うのことが出ます。どうやって国が例えば Yahoo 検索したら、Google だこう日本のやつは多分日本語ばかりのことが出ます。韓国の場合は KR ですけど、UK の UK ですから、国際的には .com で使ってますですけど、国際的には Google.com で検索したら一番のこと、出てることはこっちです。皆さん、Google で検索したことありますか？これはインターネットいろいろ口コミ見たらその勝の写真が多く出ました。
その薮市の美味しいカツ屋さんがあるはずでしたけど、あのこれはフィリピンの一番人気なカツのチェーンレストランに出てました。あのすごくあのインスタグラムとかあのこう写真交換のそれから写真がよく出ます。ツイッターもよくなヤブのタグがつけてることは ありました。それ2番目は一番この下はヤブトプレッシュバーグというインテリアデザイン会社があります。そのインテリアデザインがいろいろ情報発信のためにはデザインの写真はたくさんがインターネットをアップしますので、ヤブのこと言葉がつけてました。で3番目はヤブのウィキペディアページがありました。前の旅ログのランキングをちょっと調べますんですけど、やっぱり Yelp のことで英語の批評の情報口コミは大体なかったんですけど、一番多いでしたけど、道の駅、今夜旅に行く予定ですけど。口コミ、9月がありました。前の、ラーメン屋さんは70がありましたですね。またまた少ないですけど。言語的には、Google のこともその情報を使えます。そう、皆さんもっともっとヤブシのレストランは日本語だけでコメント入れば英語でも出るの可能性が高くなります。カフェデママもありますけど、最後はヴェルテピアートもありますけど、皆さん行ったことありますか？インターネットだけで見たらそれに一番人気がありそうです。じゃあそのためには3年ぐらい前には私単語 3年ぐらいで住んでましたですけど、そのプロジェクトが始まりました。単語が大好きになっちゃって、また英語の情報をまだ見つけれないですけど、英語の情報発信のいろいろ活動が始まりました。このウェブサイトを作って Facebook ページ、Twitter ページ、ソーシャルメディア全部のことを作りまして、つなぎました。その目標は口コミが増えるのことでした。どうやって使ってますけど、私 の最初の情報を入れて友達コメントしてくださいの、どんどんどんなんかスノーボールみたいの作戦がありました。時間があったらちょっと見せたいと思います、このサイト。その同じの作戦で2週間前にはこの ドメインを登録しました。yabutravel.com。 だいたい添削ですけど、 Forever Kyoto のヤブページに行きます。そのページは私のちょっとだけなんか書いてますですけど、そのサイトの作戦はみんな外国人の 何の口コミがあるはマネタリング的なことです。その前の調べたことは全部見えるのページです。例えばなんか Facebook のコメントがヤブ、なんか Facebook コメントがあればそのページが見えると。例えばヤブでTwitter やハッシュタグがつけたらこのページが見える。またカツの写真が多いですけども、GPS の Foursquare ということのをつなげますですけど、口コミが出たらチーズミタイを作って、そこが口コミがありますので、そこで観光客は自分の言語で意見とかそのことが見えることです。口コミが増えたいのいろいろ作戦がありますけど、そのことが入って目標は誰でもシェアしてくれる。特には口コミがないの場合にはあまり行きたくないの時代になっちゃったんですけど、友達が好きになったコメントがあったらもっと信じるのことです。そう、どんどんどんシェアしてほしいの目標がありますけど、この全部でつなげたらシェアしてくれる可能性がどんどんどん高くなります。勉強になるとか楽しい、
あとは関係あるんですけど、自分のエリアの外から見たらやぶ、多分やぶしはく、やぶの関係があるんです、ありますけど、シェアしましょうですけど、外に出たら何の関係があるか考えてほしいですけど、興味があるとか自然とか好きなものの関係あるとか、シェアしてくれるの可能性が高くなります。インタラクションも必要ですけど、それのための例を見せ、ちょっと一つだけ見せたいと思います。これはヨーロッパの最初のパノラマです。何年ですか、1796年でロンドンのパノラマの A です。日本もたくさんありました。最近ではね、去年ぐらいの大阪城見てまして、パノラマもたくさんありました。そう、パノラマは口コミについて、言語あまり言葉がいらないとか、口コミのためはすごくいいことと思います。インタラクトもあります、勉強になるのこともあります、面白いかなのこともありますけど、それでサイトいろいろあります。これはパノラマのサイト、360 Cities というウェブサイトもあります。 Google もこともありますけど、それみんなそのエリアにいて、パノラマたくさんの写真撮って合わせて、パノラマの360度が見えるのことが作って、このサイトをアップします。これヤブのエリアはいろいろありましたけど、これは朝顔の池、竹田城ですね、天滝のパノラマもありました。その前のことは天の橋だって交換のコラボレーションもありましたけど、そこはフォーエバー京都のサイトのマップを作って、これは天の橋立ての北の方は勝松公園のスカイデックということです。そのスカイデックのこのことですけども、それに行ったら情報がありません。何を見ることが何もないです。英語とパンフレットとか韓国語パンフレットは中国語もパンフレットもありますけども、でも何を見てることは何もつけてないです。そう、私はパノラマを作って、この隣にはガイドのことは QR コードつけて、サインゲーつけてました。その自分のスマートフォンの iPad とか iPhone とか Android のことを使ってパノラマ言葉出ます。それ何を見てることはなんか窓みたいなことになります。いろいろなラーニングポイントがつけて、それは何でしょうか、タッチして英語の情報が出ます。あとはリンクの他 のエリアの英語のサイトがあればリンクさせました。それのサイトは、時間は大丈夫かな、そうちょっとだけ見せたいと思います。これはフォーエバー京都のページですけど、ヤブのことはこっちです。前の言ったのフリッカーという、アメリカと日本も人気ある写真交換できるサイトはフリッカーということです。でこのことは最近シェアしてくれる写真が見せるです。私がそのことをアップしない、これは自動的にはフリカのサイトは取りました。同じのことで私はいろいろな情報を英語で書いてましたけど、ハチキタ、アキノベ、ビグラボ、道の駅ありますけど、これは前の TripAdvisor という口コミもつけました。普通の口コミが英語の口コミ今までないですけども、写真はありました。写真の方も口コミと思いますけど、 GPS データとか何を見ることも伝えるんですけど、写真 も結構ですけども、それは私このアップしないですけど、誰かこの、それ天滝ですね、誰天滝行ってこの写真撮って
この TripAdvisor サイトアップされてました。それ同じのサイト誰か口コミで書いてくれたのチーズもあります。同じのことありまして、どこか口コミがあるとかチーズがあります。これは Foursquare というサイトが取れます。一番下は Twitter、 ヤブでのハッシュタグがあればいろいろなんか見せるんですけども、でも多分ヤブウィングゲーム前に、今は多分インターネットないですけど、これはヤブウィングゲームのことを写真がアップしたら、これはカツの写真です。でも前のパノラマの作ったことは iPad とかいろいろ見えるのことですけど、QR コードをクリックしたらそのぐらいのことを作れるんですけど、例えば何があるってことは英語で書いてあります。例えばこれは、これ一番書いてあることは North Ferry Terminal、 ビューランドとかいろいろありますけど、これは自分で作ったことではないです。他の英語アップされたらのサイトはリンクされます。例えばアバンハッシュだってビューランドは英語のサイトを作ってまして、この情報はあちらリンクだけでさせました。それ必要ポイントは、今現在宮津におてる観光客とまだ今しゃべってる中は行くかなと考えてる人をつなげたらすごく大切と思います。今使ってるようなことはコメントがいれば口コミは増える可能性が高いです。それはもっと情報詳しく、簡単ですけども、もっと詳しくなんか勉強したりとか、その口コミのいろいろ研究みたいの場合にはどうぞ私の YouTube チャンネルもありますけど、 Tweets もありますけど、私は多分ソーシャルメディア使いすぎかなと考えてるけど、どうぞできれば友達になってください。皆さんいろいろ今までも野望のためにはいろいろ頑張りたいと思いますけど、あとは質問があれば私のホームページもメールでもいいです。ちょっと専門的な話ありますけど、ご清聴ありがとうございました。エリック先生ありがとうございました。ここで約10分間の休憩を入れさせていただきます。次の公開討論会は3時25分から開始いたします。